はい、どうも皆さん、バモファニチアイスケです。ということで、本日もスターフィールドをやっていきたいと思います。はい。ちょっとですね、今回映像がどうですか？変わってますかね？ちょっと設定でですね、このオプションディスプレイのこのフィルムグレイン強度。これがあると、なんか画面にフィルムがかかったような、なんかちょっとザラザラした感じになるらしい。ってことで、ゼロにしました。これでね、結構綺麗な画面になるらしいんですよね。はい。ってことで早速前回の続きやっていきましょう。なんかね、政府にどうのこうのってことなんで、誰かと話するっぽいな。あの人か。あれは UC のお偉いさん。あ、違う。船長。え、イドリアン。今は内閣が精査している。はんはんはん。しっかり検討した上で連絡すると言っていた。あ、もう話したんだ。エレベーターに向かうところで。ヴァンガードの司令官に様子を聞かれたのよ。不意をつかれた。あなたが UC 海軍にいたとは気づかなかった。え、あ、知らなかったろ自慢よしないようにしている、ね、何を話して何を話さないかはあなた次第。知ってるもんだと思ってた。それ、まあ、全てはなんだ、私と UC との関係、私と UC との関係。あ、聞いたけどね。ずっと複雑に思えるかもしれない。何より私は。クローン。あ、そうなの？フランソワ・サノン。それは知らなかった。コロニー戦争の時に。フランソワ・サノン。元帥で UC 海軍の全トップよ。へえ。ベイ・ヴィクティスと呼んだ。ほうほうほう。地球のラテン語で。征服されたものへの災いという意味。征服されたものへの災い。私が参加していた計画。クローン人間なのか。だからなんかちょっとおかしいのかな。次世代の軍略化を生み出そうという。おかしいというか強いんだよな、個性が。この先何世代にもわたって UC 軍を支える指導者を確保するためにね。内閣の件とどう関係しているかにより興味がある。うん、まあまあいいでしょう。今説明する。お願いします。私のクローン元、私の父は、クローン元、私の父、戦争中に犯した行為で処刑された。あの男は大勢の死者を出したの、双方に自由公正同盟。はあ、はあ、何したんだ UC。 あ、自由公正同盟聞いたことある。民間人、そして彼の行ったことは、まあUC と自由公正同盟が。何をしたの？だから私が関与していることに。彼、父とは違うだろう。内閣にそれがわからないなら、それは内閣の責任だ。内閣にそれがわからないなら、それは内閣の責任だ。まあ、これだろ。そう言ってもらえると本当に嬉しい。父は父、ヘイトリアンはエイゴリアン。あると思って。ありがとう、教えてくれ て。時間があるうちに聞いておきたいことは、もしくは片付けなきゃいけない急用がある場合、今がチャンスよ。なんで？内閣にどれだけ待たされるか分かったもんじゃない。ないです。パパって行こう。では後の問題は。はい。行くぞー。とう閣議室。さあやるぞー。わあ、なんかいっぱいいる。さあでは話を聞きましょうかね。こっちが聞かれる方か。ようこそ。あなたがヘイドリアンの報告にあった船長ね。船長です。危険を突撃隊長です。この情報を手に入れてくれたことに感謝している。ありがとうございます。ヘイドリアンはこの問題に対処するのが急務だと断言した。そうだね。確かにそうだな。ええ、どの程度緊急なのかを今日ここで見極めたいと思っている。お願いします。さて、アベロ。ではここにいる嘆願者2名が驚くべき要請をしている。嘆願者2名。 UC ゼノウォーフェアチームのテラーモーフのデータへのアクセス、現在訂正アーカイブに収められているものよ。我々の合意だけではなく、停戦協定に参位した3つの勢力、 UC、 自由公正同盟、
バルーン家すべての合意が必要になる。なかなかだな。ヘイドリアンの報告には全員が目を通したわ。けど、まだあなたに尋ねたいことが。何ですか？この要請の目的を内閣に対して手短に話してもらえる。まだ相手の正体突き止めようとしているところだ。外部のデータがテラーモフリの惨劇を止める方法を探したい。私は起きたことを伝えに来ただけだ。そんな経験をしているヘイドリアン。テラモフによる惨劇を止める方法を探したい。これじゃないかな。それは飛躍が過ぎないか、船長。そうなの？大統領、この会議の前提そのものに反対します。カウセティで起きたことは悲劇以外の何者でもない。それに異を唱える者はいませんが、悲劇以外の何者でもない。襲撃は今に始まったことではありません。まあいろんなところで続いていることなのです。あるってことだよね。禁じられたアーカイブの知識を要求するのは銀河外交のバランスを崩す可能性があります。うんうん。たかが一回の攻撃のためによくてパニックだ。最悪血に飢えた戦争屋の娘とその仲間の陰謀だと思われる。怖。誰と話しているのですか、外相。私の父と話したいなら。ぜひ霊能者めちゃくちゃ攻めるじゃん。もう一つ聞かせて。ヘイドリアン、内閣が行動するのに何人の死が必要なの？50人、50万人。タウセティのような悲劇はいいね。さらに襲撃への前奏でしかない。言いますね。必要な死体の数は間違いなくすぐに揃うわ。穏やかに話し合いましょう。うんうん。人命保護が内閣の最も重要な義務であることに疑いの余地はないけど、野心外相にも一理あるわ。恐るべき事態とはいえ、一度の襲撃でしかない。それで明らかに兵器データとみなされる者へのアクセス権を与えるよう他の勢力を説得できる十分だとは思えない。船長、意見を聞きたい。はい、何です？問題となっているサンプルを集めた者として、このテラーモーフはそれほど恐るべきものに思える？ビスターハンター来た。入植したばかりの惑星がテラモフに出くわしたことはない。どうかん？俺よくわかんないんだけどね。らしい。俺ビスターハンターなんで。私も同感です、大統領。お報告書に書かれた内容を来るからに分かってんな、こいつ。意見を裏付けています。他の勢力も我々同様危機に直面しているのです。そうね、ドクター来るからに。ドクターなんだ。では船長、ここまでの議論とあなたがこれまでに得た情報を鑑み、もしあなたが私たちの立場にいたら、アーカイブを公開しろという要請を許可する？タウセティで起きたことが他のところでも起きる可能性があるなら要請を許可すべき。許可すべき。情報が足りない状態でアーカイブを開くのは気が進まないわね。うんうん。でももしそうしたいなら反対はしないわ。私もそう思います。私も同感だ。お、ああ確かに確信をついているな。やった分かったやったどうした？君がここに居合わせたのは銀河にとっての幸運だ。これうまくいったのか？私も同感よ、外相。他に意義がないのなら同意して要請に対して完全な指示を渡る。え、今のなんだ？なんだなんだ？何が起きた？何が起きた？さっきの治安署。構えろ。襲撃事件が発生。場所は宇宙。テラーモーフが出現します。テラーモーフ来てんだけど。また襲撃ね。またなの？予想通りか。予想通り？ってことだ。どういうこと？原因があるはずだ。あの獣どもはスキャナーをやり過ごした。あれこれ考えるのは後にして。ほう。サーキン治安署、宇宙港からの避難を命じ、部下に奴らを包囲させなさい。ただし慎重に。パニックが街中に広まるのは避けない。電気の武器だ。わかりました。テラーモフか。待っていておく。付近の兵舎から援軍を出せる。私が直接指揮する。しかし最も近い対宇宙生物部隊は出払っていて、
呼び戻すまでに時間がかかる。よっこいしょ。現状の戦力で何とかしましょう。二人とも、奴らを宇宙港から出すわけにはいかない。次の列車で向かって、あなたたちが向かっていると伝えても、奴らを退治した経験があるということも。いつ行くのかな。手本を見せてあげて。あ、オッケー、オッケー。行こうか。あ、なんだ？EM ライフルを手に取れ。急げ。やめろ。何？倒していいの？ああ、そういうことか。殺しちゃいけないってこと？一人殺しちゃった一人殺…大丈夫？何？こいつか。あ、こういうことできんだね。知らなかった。 OKOKOK。 大丈夫かい？DNO 打つの。一人レジェンドでさばいちゃったけど。あんなことになるなんて。びっくりだね。一体どういうことなの、船長。殺傷能力の高い武器を使う理由なんて一つもないわ。ごめんごめん。すまない、失敗した。誤ったところであの人たちは生き返らない。ごめんごめん。非常事態は非道徳的行為の免罪符じゃないのよ。わかる？ごめんなさい。さてと。さてと。あなた、あの人たちみたいな様子を前にも見たことがあるわ。彼らはテラーモーフの支配下にあったんじゃない？わからない。みんな港にいたんだけど。はいはい。突然叫び始めて、拘束して被害が出ないように列車に乗せようとしたんだけど。うんうん。そこにいた隊員の一部を拘束しきれなくて。こちらに向けて発砲し始めたの。銃持ってくるんだ。知り合いだったのに凶暴になって。フェロモン放出ね。一部のテラーモーフはこの霧を発生させることができる。うんうん。影響の出方には個人差があるけど、正気を失ってしまう人もいる。自分の意思に関係なく周囲に敵意を向けるようになるの。操り人形みたい。毛布を殺せば支配を解ける。でもそれはつまり発砲には細心の注意を払わなくてはいけないということよ。それとその EM 兵器は常に撃てるようにしておいて。了解。すいませんでした。やりましょう。一人殺めちゃったからな。いい。後が開いた。彼らを救うためにあらゆる手を尽くして。了解。人は撃っちゃいけないんだね。さっ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 さ。さあ、ってことでテラモフやっていくぞ。はい。この武器だとね、確実にダメージを出せるんで。もうこっちは離れて撃つだけだよ。はいはい、頑張れー。はいはいはい。いいよ。いてててて。あれは味方がやってくれるんで、俺はテラモフにしっかり打ち込んでいく。はいはいはい。うん。よーしよ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 し。専門家です。はいはい。もう一匹いる。これをくれるっぽいね。
全部もらいます。はいよ、全部持っていきます。多分あいつね、一部隊と話す。あ、なんかいろいろ話せるんだね。お、かっこいい。背後を守る。テラーモーフとの戦闘系。プレッシャーには慣れている。こう耐え抜くのと銃撃戦でね。俺たちは UC 警備隊じゃない。心配はいらない。ファイヤーチームのリーダー。任せてくれ。了解。こっちはいつでも。いい武器持ってるな。命令はあるか。やっぱさ、援護してもらって、こいつらをわざとやらせて武器取ろう。よし。最低な考え。よし、それで行こう。来てる？あ、来てる来てる。よしよしよし。やられるかな。武器だけ先に準備して、ドラムビートっていうさっき拾った武器、これ結構良さそうなんで、弾があんまりないね。そこにいるやないかい。あいつね、フラグインフェルノマインをどうしようかな。よし、さあまずテラモフ起動させて、どう、痛い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 、逃げろ逃げろ。ちょっと先にさ、あれやっとこう。強化強化、ハート使って HP を上げておく。味方やられないかな。ガトリング持ってるやつ、いった。おらー、あれどこ行った。こいつらめちゃくちゃ普通に戦うじゃん。あ、やられてる。あ、やばいやばいやばい。じゃない、じゃない、じゃないんだ。よしよし、炎上させて、ほらー、よし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 、ファイヤーチームやられた。おい、来た、マイクロガンゲット。使えそうなものだけもらっていきましょう。よしよしよし、これが狙いだったんです。来た、めっちゃ強いんだけど。よしよしよし、作戦通り、よくもよくも俺の仲間を。よくもやってくれたな。仇を取るぞ。ほらほらやばい。おい、マロウ、おい、回復、キュイーン、バラ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 、いってててて、おらーおらー、ウーフー、イエーイ、強っ。こいつ生きてんのか。よし、終わりました。ユミ軍曹、無事でよかった。部下たちは運がなかったようだ。そうだな、ファイヤーチームなんてもうかわいそうに。仇は取った。
わずかな犠牲で多くが救えたわ。ガトリングも手に入った。お前たちがいなければもっと増えていたはずだ。この件では町がお前たちに感謝している。たまたまいいタイミングで居合わせただけよ。船長、大統領に報告しましょう。テラモーフは退治したと。それではね、軍曹。では軍曹、行ってまいる。大統領、終わりました。ありがとう。船長。はい。ヘドリン、今日の町での働きに対して内閣はあなたに感謝しなければならない。それから謝罪も。テラーモーフに関する後ろの人めちゃくちゃテカテカしてるけど、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝の気持ちはクレジットか不動産や。よし、これでいこう。そのことだけど考えがある。あれ？でもその話はまた後で。考えがある。さて、今日の事件は内閣に対し今後我々が進むべき道を明らかにした、あなたたちがアーカイブからテラーモーフのデータを取得することを全面的に支持する。やった。さらに一連の襲撃の本質に関する追加調査も行う。しかしその目的を達成するには適当な人材を適当なポジションにつけなければいけない。適当な人材。そういうわけで内閣の権限により直ちにあなたを復職させるわ。おお、ヘドリアン。元の階級である少佐の地位にね。少佐。データを手にした。ヘドリアン少佐。今回よろしくな。今後それを阻止する方法を調べてもらいたい。やってくれ。私は大佐だ。ええ、光栄です。よかった。だけどあなたたちが示したようにその種の調査を成功させるにはまず。自由公正同盟とバルーン家に協力するよう説得する人物が必要になる。コロニーと銀河全体が直面している脅威を正確に伝えられる誰かがね。内閣は代表としてあなたを指名する。私代表になったのは私の無名のバンガードに好きないから。報酬を聞かせてくれ。それから検討する。まさにその話をしようと思っていたところよ。お、何？その代わりデータを手に入れてくれたら市民権の授与を急ぎましょう。出た、市民権。あなたが求めるクレジットと不動産を与えましょう。おー、さて力になってくれる？任せてくれ。そう言ってもらえると助かるわ。もちろん支援もなく送り出すつもりはないわ。さすが大統領。マッキンタイヤ補佐官。素晴らしい。アーカイブへのアクセス許可を取り付けられるよう手引きしてくれる。彼女のオフィスはホールの向かい側よ。コロニー連合全体を代表して感謝するわ。以上よ。クレジット7000くれた。大統領ありがとう。失礼。これからクルカルニ技術省と話をしに行く。あのデータの件で計画を立て始めないと。マッキンタイヤ補佐官と話す。ちょっと聞いてくるか。え？ユミ軍曹が探していた？なんかいっぱいある。ユミ軍曹なんだろう。さあここだね。この人か。多分この人だ、ね。残念だが、あ、来た。エージェントプラトン。責任は市民一人一人が負うが、下っ端の仕事をやらされているのか。町をテラーモーフの衝撃から救ったというのに雑な扱いだな。やらされてます。素晴らしい。そういったシステム。だが、テラーモーフの襲撃を阻止したことは、とにかく説明しよう。我々が使っている荷物の受け渡し地点が誰かに漏れた可能性があるのだ。そこで、UC 警備隊の誰かに荷物をユミ軍曹に届けてくれ。イージスへ転送する前に、証拠として確認してくれる。了解だ。引き取る場所を教えてほしい。ナットで宇宙港まで行くんだ。ステーションのすぐ隣に、ガルバンクの ATM があるはずだ。荷物はベンチの下に貼り付けられている。
それを回収してユミ軍曹に届ければ任務完了だ。ガルパンク荷物の中身重要参考人に関するエージェントからの報告、今は情報よりも追跡、ほうほうほう、任務の成功を祈る。了解、出会いていこう。多分これバンクなんで、もうベンチの下、これだこれだ、わかるかわかるかっつって、よし、はい、皆さんここです、はい、ここにありますんでね、はい、ってことで私に行こう。でこれを渡せばクリアと。質問があるのか。調査の進捗を手に入れた。よくやった船長。はい、お前には役不足とはいえ俺にも運が回ってきた。最近入ってきた新人はお前だけじゃない。他にもいるんだ。まさか看板を出すだけでよかったとはね。えとにかくクレジットくれ。それにはまず書類を揃えてお前をシステムに登録しなければならない。何それ、あお前嘘かよ冗談だこの野郎。でもそういった時のお前の顔傑作だったぞ。とにかく報酬を渡そう。他に仕事があれば改めて知らせるよ。ありがとうございます。2500か、しょっぱいな。まあいいだろう。ってことで今回ちょっと大きいミッションがあったんでここまでにしたいと思います。はい、ちなみに結構難しかったねこのミッション。うん、まあ、しっかり話聞いてれば簡単なんだけど。ってことでお疲れ様です。